ウルトラマンキングのチートすぎる行動参戦。1、桁違いの力。光の国を短期で壊滅させるほどの力を持つウルトラマンベリアルを指一本触れることなく拘束し、その辺にあった瓦礫で作った宇宙牢獄に封印した。2、壮大すぎる誕生会。30万歳の誕生日に別の宇宙をつなげて、ウルトラマンや怪獣、宇宙人たちを招待しパーティーを開いた。バトルは起きず、ラップやダンスをする平和な誕生会になった。3、宇宙の修復。ベリアルが起動した超時空消滅爆弾によって宇宙の崩壊が起きた大事件クライシスインパクトの際に、キングは宇宙と一体化することでこれを防いだ。要するにウルトラマンが人間と一体化するのと同じことを宇宙規模でやった。その結果肉体を失ってしまうが、この状態でもジードたちを助けたいと普通に強い。ジード最終回では肉体を取り戻し元の世界に帰っていった。まさにジャンボチート。